あーやばいっす。今4時40分です。昼寝しちゃったわ。てかさ、もう頑張って早起きするともう眠くて昼間さもう昼寝しちゃうんすよね。やばいわ。しかも今日マジで何もやってないんすよ。今日待って、本当に何もしてない。まずいね。具合良くなってきたのに。いや、ノアがさ、なんかもう疲れたから今日スケボーしないとか言って、しかも今日なんかネイルたちのさ、なんかライブさ、行くとか言ってたのに、なんかノアが、いや疲れたからもう俺行かないかもとか言ってたから、ノアが行かなかったら俺も行かないんで、一人で行ってもあれじゃないですか。まあ行けばさ、多分、共通の友達とかいると思うけど、でも、困りましたね。どうしよう。ちょっと、でもスケボーは軽くしたいんですよね。まあ、ちょっと一旦さっさと決めます。なんかまたね、夜ね、なんか雨が降ってきちゃうらしいんですよね。またなんか8時ぐらいから結構大雨で、今日はカナダデーって日なんですよ、健康記念日みたいな。それで今日なんか花火がなんか10時ぐらいから上がるらしいんですけど、多分今日上がんないっすね。今日結構な雨なんで。あ、ちょっととりあえず今簡単ホットドッグを食って、今からちょっと軽く滑り行きたいと思います。多分ノア滑んないんで、まあ他のパークに他の友達がいるんで、そこ行って軽く滑って、まあ、その後のことは決めようと思います。ということで、とりあえず向かいます。はい、とりあえずダンバットに来たけど、多分ね、今日カナダデーだからか分かんないけど、めちゃくちゃ混んでるわ。あそこにいるジョーラのが俺の友達のケビンですね。あと何人か他にも知り合いがいたけど、ああそのジョーラのこの隣にいる水色のシャツ着てる子も友達です。でもやばいわ、今日普通にプロっていうか別にプロのプロじゃないけどさ、スポンサーもらってるプロスケーターがめっちゃいる。てかめちゃくちゃ人多い。あれです、あれあれ。さあケビンは何をやるんでしょうか。降りして最後に爆安 IT でした。いや、よくわかんないけど、なんかローカルのイベント行われてて、なんか誰かのなんか有名なめっちゃスケーターがのなんか死んだ記念か、なんなのかわかんないけど、毎年このカナダデーになんかやってるらしいです。あっちでちょっとバーベキューしてて、でここでまあミニコンテストみたいな、めっちゃヤバいトリック決めた人に、まあ、先着で多分10名ぐらいなんかデッキとかが、あと賞金とか配られるんですね。俺このリッチでスケボーしたかったのに、あそこに人が立ってるからできないっす。やばいやばいっすね、マジでやばい。とりあえずあと30分ぐらい滑って家帰ります。でネイルのコンサート行きます。ノアが来るんで。やば、今のこれは絶対デッキもらえますね。やばいやばいやばい。もうさ、うかうかしてたらさ、ネイルのさ、ライブがさ、もう、あとさ、あと8分で始まっちゃうんですよ。で、普通に家からは、普通に歩いて5分ぐらいのところにあるんで、今急いでスケボー帰ってきてさ、ハンバーガーさ、食ったりしてたらさ、ちょっと時間なくなっちゃってやばいっす。普通に45分、7時45からだと思ってたら7時半からで、やばいっすね。はい、ちょっととりあえずパパッと準備していきます。ちょっとシャワーはもう普通に浴びれないんで、服だけパパッと着替えていきます。はい、ちょっと今から行きます。やべえ、もう7時半になっちゃった。ちょうど今始まっちゃいましたね。まあでも、カナダ的にね、そんな時間通りに始まるとかないと思うんですよ。なんで、まあ歩いて5分なんで、まあ5分後に始まるでしょ、多分。ノアもちょうど今着いたらしいんで、まあ急いで向かいます。っていうか今日カナダデーで、今日なんか10時から一応花火が上がる予定なんですけど、ビーチから、ウッドバインから。でも今日9時から雨予報なんですよ。まあ今も確かに降りそうな雲はしてるんですけど、だからどうなるんですかね、マジで。もし、花火上がるんだったら、多分ワンチャン俺も行くと思います。ノアが、クリスと一緒に今日、車で来てるんですよ。だから車で多分ウッドバインまで行けるんで、もう帰りは電車で帰ってきて、まあ決めてないけど、とりあえずまあ、一旦みんなと合流したいと思います。
酒飲みたいけどちょっと喉怖いんで今日もやめときます。やっぱり予想通り、あの始まってなかったっすね。よかったです。クリスとノアとネイルです。こっちはアンソニーです。 You are vocal? Yes sir! Oh my gosh! You gonna sing? すごいですね、ここ家から近くて助かったっす。トイレやば。Goes out to a certain somebody. Don't cry when you get burned! Remember the eyes on! You can die!今ライブが終わって、あのネイルたちので、その後のバンドも聞いたんですけど、あのもう一個のバンドはもうなんか俺ら耳痛くなって、今このケルビンとクリスとドンと、ノアと今一緒に、まあ適当に今近くでなんか飯食おうって話してます。で今9時過ぎなんですけど、10時からあの花火がウッドバインで上がるんで、まあ、ワンチャン行こうかなみたいな話もしてるけど、まだ決めてはないですね。15分ぐらいの多分ちっちゃい花火なんで、まあそんな。でも今日空がめっちゃ綺麗ですね。すごい綺麗。さあ、このダンプリンレストランに来ることにしました。まあ餃子ですね、中国人の方たちが作ってます。 Okay, so we need a place that's not cash. What? It's closed? No, cash only. Oh.さあ、現金だけだったんで俺らは行けませんでした。さあ、さっきのレストラン来れなかったから違うレストランに来たんですけど、ここすごいよマジで。俺結構好きですね、ここの雰囲気は。なんか日本のなんか居酒屋みたいな感じで、なんか中国中華レストランなんですけど、はい、これですね、シャットバーみたいな感じになってて、すごいんですよマジで。結構さ、雰囲気がいい感じなんですよね、マジで。見てください、ほら、しかもなんかめっちゃ綺麗で、なんかディズニー感もちょっとだけあるし、居酒屋って感じですね、マジで。さあ、来ました。これが牛肉で、まあ、こっちがラムですね。高いっすよ、このラムとビーフだけで17ドルぐらいです。まあでもうまいからいいです。いただきます。いただきます。これはの is a big? いただきます。しすぎこれは、oh it's good. Oh what's up? Fire? It's good bro. Looks fire. Yeah, it looks nice.はい、ということで家に帰ってきました。ただいまの時刻は11時っすね。はい、
まああれ何ですか、そうだね、あのね、あのライブっていうかコンサートっていうかライブはねすごかったっすね。もうなんかヘビーメタルっていうか、もうなんか耳がおかしそうになるぐらい、もうこううわーみたいなやつで、まあそれでその後みんなと飯食ってって感じです。まあ特に特別なこともないけど、最近さもうそろ帰るからさ、なんかこういう一日一日のさ友達とのただのご飯とかがさ、なんか結構貴重なもんだなと思いますね。だってもう帰ったらさ普通に一生会わない可能性とかもあるじゃん。まあ別に会おうと思えば会えるけどさ、一生会わない可能性とかもあるしさ、うん、今日いた人たちはあのクリスとノアとケルビンとドンだったんですけど、みんなそうですね、みんな去年の10月とかに出会った人たちですね。11月とか12月とか。ケルビンはあのノアと一緒にスノボを来たから一緒にスノボもしたし、そうですね、ドンとかは一緒にあれだね、あのビリヤードした時とかに行った、いましたね、まあ、みんなノアの友達たちです。はい、ということでとりあえず家帰ってきたんで、とりあえずシャワー浴びてまあ寝たいと思います。とりあえずシャワー浴びます。はーい、なんかゆっくり携帯見てたら1時半になっちゃいました。つかもう1時45分ぐらいっすね。なんでもう寝たいと思います。ではおやすみなさい。明日は、明日の予定はないんすけど、てかなんかここ引っかいちゃって間違えていて、明日の予定は何もないんすけど、明日は天気がいいんでスケボーします。まあ多分スケボーするだけっすね、明日の予定は。ということでおやすみ。